あの大阪はね、みんなエスカレーターを右で止まります。これ関東は左です。違いがあるんだね、面白い。今ね大阪の難波なんですけど、出口がねものすごくめんどくさいですね。これ7なんだよな、出たいの。なかなか7番が出てこない。これ右だな。いやー雨が上がったよ今日はね。今日の早朝というか深夜だねに大阪に着きまして、で仮眠をしまして、で今はねまだ10時前なんですが、これからね並びたいと思います。ちなみに今日は朝飯は食べておりません。僕はもうここに全力を尽くすんで、今日の午前中は胃袋はこのために開けてあります。ケーケー、胃袋は開けてあるってなーに？かっこいいとか思ってるの？まだ誰も並んでませんが、僕は並びます。なかなかなキャリアカーだな。というわけでね、一番で並びたいなと思います。これ長いな。これ焼肉って牛ですよね。あ、そうよ。はい。というわけでね、こののれんがまた長いんだよね。かっこいい。いいのれんだね。ご覧ください。何しますか？豚足と辛味と、はい、あと豆、はい、辛味タンクださい。辛味あとタンクださい。タンク。鍋でいいから、あ、これでこの長くもいいです。金曜日ででもこんな感じです。
はい、さあ。旅行好きなんですよ。ほんまある。うん、まあ、で、ないで。
はい、うん、どうぞ。なるべく脂身の下見たな。いや、食べましたけどね、ここで7200円食べる人っていないと思うんですよ。あんまり店員さんも言ってました、すげえ食べますねって。で、今日の僕はですね、もうここで食べる気満々でして、とりあえず食べたいものは全部食べましたね今日。で、結果どうだったかというとですね、非常に満足で、あ、ほら、やべ、俺マッサージ行こう、戻ります。今日の夜僕串揚げに行くんですけど、その間に何か食べようかななんてね、一瞬思ったんですが、これ無理ですね、これだけ食べちゃうと。でもまあ美味しかったです、さすがっすね。で、内田に似てるところがあって、例えばこれの翌焼きでこうとかいう個別オーダーができるんですよ。だからそこはね、
何度か来てるうちにそういう頼み方に到達できるんじゃないかなと見てて思いました。いや腹いっぱいです。で思ったのがね、やっぱ豚足は豚足でいいんですけど、あれ猫カフェじゃん、行きたいけどな。あの豚足は豚足でいいんですけど、やっぱ串物がうまいですね。で物によってはちょっと味が薄味だったりするんで、そこは自分の好みでね、塩と唐辛子があったんでカスタマイズされるのがいいんじゃないかなと思います。花脇さんに似たね、若い頃の非常に可愛いね金髪の女性がいらっしゃるんですが、サムネイル寄りに撮らせてくださいって言ったらね、まあテレ屋さんなんですかね、いや私ダメっていうことで撮れなかったです。でもね、非常にホスピタリティ、味、価格はね正直言って内田よりはちょい高いです。だけどトータルで見ていいお店だなと僕は思いました。いやうまかった。この後ねチェックインして昼寝します。僕夜口開けなんで。よっしゃ腹いっぱいだ、死んじゃう。